先頭フィニッシュは工藤遥人国際武道大学。6メートル97、そして松戸睦美高校の岡野陸も記録を伸ばしまして6メートル。山中京介市立船橋高校が大きくリードしてフィニッシュしました。
厚木翔太東福岡高校。速報です。一着内上翔太東組の結果確定しています。ご覧の通りです。